ゲームスパークのラジオ全員。俺のゲームオブザイヤーです。もうね、年も明けましたけど、まだまだね、去年のゲームをね、こすっていかなきゃいけない、そういうご時節がですんでね、自分にとっての、去年の、2020年のゲームオブザイヤーを発表してもらうっていうコーナーです。お忘れてたわ、なんか。はい。ラジオネーム、西暦2年の鮭さんからです。鮭？うん。現代の皆さん聞こえてますか？僕は西暦2年頃の鮭です。西暦2年頃ではまだ鮭は食べられておらず、今よりも身が痩せており、顔は四角張っていたのです。西暦2年頃の人間はビデオゲームのことなど知らず、稲作だの、何だのしていますね。稲作といえば、天水の桜姫は非常に素晴らしいゲームでしたね。みんなが稲作に興味を取り戻し、やがては西暦2年頃の鮭のことも考えてくれるなら、それがゲームオブザイヤーだと言えるのでしょうか。あ、そろそろ滝なので頑張って登ります。それでは。ね、文章を書く彦のつく嘘に鮭が出ることっていうのが結構多い気がしてきたな。そうだ、熊も。鮭鮭餃子のおじさんも。いやいや、違う違う、これは西暦2年の鮭が送ってきたメールで、俺がついた嘘ではないから。あ、そう、そうか。そうそうそう。嘘ではないのか。もう西暦2年の鮭。信じる心が全然になかったから、ったわ。西暦2年の鮭からね。このそろそろ滝なので頑張って登りますって、すごいいいと思うんだけど。5つ目にしてはちょっとよくわかんないかな。そうでしょ。まあ、今日はね。飛ばしてる。2つ目。はい。ラジオネーム、ちょっと待ってね。はい。ちょっと落ち着かないと。西暦2年の鮭が1つ目ね。はい。ラジオネーム、万円元年のフットボールさんから、いただきます。ゲームスパークの皆さん、こんにちは。大江健三郎です。だろうな。去年は新型ハードが発売されるなど、ゲーム的には大盛り上がりの1年でしたね。私も普段からゲームに触れていく中で、普段からゲームに触れていく中で、いろいろな体験をさせていただいたものです。さて、私のゲームオブザイヤーですが、これは FIFA 21ですね。毎年発売を楽しみにしているシリーズなんですが、本当に面白かったです。フットボール最高、大江健三郎でした。大江健三郎に言わせたいことを、どんどん言わせるやつだ。だからやっぱ1通目が西暦2年の鮭である必要があるっていうね。まあ、前沿岸でのフットボール1通で、最後のメールですね。3通しかないんでね。最後のメール、モナ王大好きネーム、くたばれジャンボモナカさんからいただきました。もうさ、そろそろ良くないか？いつまでも2020年のベストゲームって、相変わらず、間の抜けた、弛緩しきった時間感覚。もう終わったんだよ。2020年は終わったの。もう戻ってくることはない。2020年はこれから二度とやってこないんだ。だからさ、2021年の話をしないか？ 2021 年に期待するゲーム、それを考えた方が建設的っていうか、まだマシ。そうやって先のことを考えた方が人生に張り合いも出るってもんじゃないか。ということで、モレの一番期待するゲームを発表しますけど、やっぱりヘッドショット先行者の続編にはどうしても期待してしまいますね。1はそこんとこどう思う？ですよろ、下げ。福本信之で2チャンネラーになって終わるんだとか。なんでも名前も忘れちゃったよ、もう。あ、モナオ大好きネーム、くたばれちゃんぼおなか。モナオ大好き。うん。ジャンボおなかの方が先だと思うんだけどね、モナオより。やっぱモナオが好きだとジャンボおなかのこと嫌いになっちゃうから。いや、そう、そうか。量少なめで透かしやがってって思っちゃうのかな。モナオの方がたっぷり入ってるのに。って。鮭と大江健三郎と、ジャンボ、くたばれジャンボもなんか。やべえな、今回。マジ全然繋がってないじゃん。以上でーす。マジか。いや、もう、いつもそんな繋がってるって思う方がね。そうかそうか、普通繋がんないもんな。そう、普通繋がんないでしょ、メールって。そうだ。いつもなんか伏線みたいになってるけど。そっちがおかしかったんだ。そっちがおかしい。サンドウォッチになってるけど、それがおかしい。てか前回だってサムフィッシャー、サムプレコックからガモーヒロシになってんだよ。繋がってはないかな、別に。ガモーヒロシ。
いやもうでということでね、この人の言う通りなんですよ、くたばれジャンボモナカの。終わりなんです、2020年ベストゲームは。うん、だから2021年、期待すべきゲームのコーナーにします、このコーナーは。あ、ほう、うん。なるほど。なんで、アップカミング2021、俺の期待するゲームのコーナーにしますから。俺の期待するゲームがあったら、本当に送ってきてください。香川アットマークゲームスパーク .jp までね、期待するゲームをね、本当送ってくれないと俺が死んじゃうから、よろしくお願いします。本当に以上です。